まあ、僕 の, あの、まあ、やってる表現とはまた、別の表現なんですけど、テーマというか、本当にみんなに共通するような、テーマ性で、まあ、あんまり感情移入しすぎると、ね、いろんなとこが見えないかなと思って、もう一生懸命、まあ、感情移入しもう絶対しちゃうんですけど、しないように全体を見てたんですけどね、やっぱりあの考えさせられましたし、素直にやっぱりこうなんか痛い部分とか、なんかあとは本当にクスッと笑ってしまう部分とか、もう一度見てみたいな、素直に、はい、思わされました。キャストの皆さん、スタッフの皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。見れてよかったです。かっこよすぎます。何ですかこれは。私はね、ジャザーだったのでめっちゃ感動しました。こういう意図があったとは、素敵でした。本当にかっこいいです。もう一回見たいと思います。お疲れ様です。私、本日1日目の舞台を拝見してとっても感動しました。胸が熱くなりました。これを見ないとこの冬は越せません。ぜひ見に来てください。蜘蛛の糸お願いします。チェケラ。初めていろんな舞台見に来た、見たことあるんですけど、こういう感じの舞台は初めて見たんですけど、あのちょっとゾッとしましたし、まあ、あのその演者の人たちの完成度も高く、なんかこうなんかいろいろこう考えさせられました。いや、とにかく最後、本当に最後のあのみんなが瞬間のところがちょっと涙が出ちゃいました。ありがとうございました。